ロヒール・ブロックランド・ロヒール、フィリップ・チャールズ・エドワールド・ブロックランドは、オランダ出身の言語学者、スウェーデン・ウプサラ大学のフィング・ウゴルゴの教授。フロー人間大学に進学し1997年に、修士号、2005年に、コルネディウス・ハッセルブラッド教授の下で博士号を取得。研究の後エストニアのタリン大学及び、タルト大学、エルンスト・モーリッツ・アルント大学グライフスバルト、 ルンボルト大学ベルリン等、様々な大学で、講師、客員、教員、研究員として活動。2005年から2006年まで、フロー人間にて、フィンウゴル語及び、文化の教授代理。2009年から2010年まで、フィンウゴル語族研究とウラル語族研究の、教授代理として、ハンブルク大学にて活動。2011年に、ルートビヒマクシミリアン大学ミュンケンにて、 フィン・ウゴル語族研究所教授に就任。2014年10月1日付で、ラーシュグンナル・ラーションの後を継いで、ウプサラ大学、現代言語学科フィン・ウゴル語の教授に就任。ブロックランドの主な研究分野は、バルトフィン諸語、ペルム諸語とサーミ語。消滅危機言語の記録、保存及び言語接触に高い関心を持っている。ありがとうございます。